私の名前はアヤ。私は父から教わった剣術で日本中にあふれる狩猟どもを飼っている。狩猟とは屍のまま蘇った人間。聖者の血肉を食らう狩猟どもは今や世界中に跋扈し、聖者を脅かし続けている。でも私には世界なんてどうだっていい。私は2年前何者かに警部が殺されてから失踪してしまった父とイボマイのサキを探している。そんな時レイと名乗る情報屋から接触を受けた。狩猟討伐を引き受けることを条件に私の家族の手がかりを提供してくれるらしい。レイの提案を受けて狩猟討伐を始めてからかなりの時間が経ったけれど、いまだに有力な手がかりはつかめていない。狩猟討伐に明け暮れる日々にも疲れ、半ば諦めていた頃だった。突然サキから一通のメールが届いた。It looks so nice. アヤ、お前はお母さんのために死んでくれる？サキ。邪魔しないでくれる。 I've played this game forever. まとめてぶった切る。Your last one. God, that was a lot. ひとまず片付いたかな。情報屋のレイです。ねえ、アヤ、もう墓場に着いてるみたいだけど、妹ちゃんからのメールの件、どうだった？レイの言う通り。母さんのお墓は見つかったよ。けど母さんの遺体が持ち出されてた。持ち出されたってどういうこと？さあね、サキが生き返らせようとしているのかも。うわ、何それ、ファンタジー？どうだか。それより何か情報はある？そうそう、アヤが必死になって探してる妹ちゃんらしき目撃情報が手に入ったよ。ちょうどその近くに数年前に閉鎖された病棟があるんだけど、その病棟内で制服姿の女の子を見たって。分かった、すぐ行く。さすがアヤ、準備万端だね。目的地の閉鎖病棟はこっちの方角だよ。わかった。
周辺の敵を倒せばその結界に抜けるはず。まとめて切れるから好都合よ。出た、アヤの余裕な発言。アヤの端末に届いたっていう妹ちゃんからのメールから勝手に見させてもらったんだけど。レイのお得意の遠隔操作ね。それで、いや死んでくれるって、初めて来たメールにしては随分強烈だなと思って。ねえねえ、アヤって妹ちゃんに怒られてる？まあね、まあ半分他人みたいなものだし。あたしとサキって母親が違うんだよね。本当の母さんはあたしを産んですぐに話すらしいし。なかなかに複雑な関係だね。まあね、あたしにも姉妹いるけどさ、切っても切れない関係っていうか、姉妹って面倒じゃない？それには同感かも。でしょ？ほんと、一緒にない方がマシだと思うんだよね。でも私は、サキを追っていれば失踪した父さんにたどり着ける気がするんだ。切り刻んであげる。へー、ずいぶんと図体の大きい変態ね。私の邪魔をするの。ぶった切る。仕事で騒ぎを起こしている資料の攻撃は多いで好きだらけだけど、火力が大きいから注意が必要かな。あやなら言うでしょ。雑な情報をどう思うか派手に決めてあげる。おお、すすめなワン。あ、ほら、ずっとフォーカスオンビーンで。アヤの体に流れる気持ちってさ、他者の血を浴びることで興奮するんだよね。その興奮が上限に達すると、命が暴走。ああ、来た。資料より化け物みたいなものだよね、一族って。ほんと興味深い一族。Mmm.
right down the middle. ついさっきアヤの端末にショップアプリをインストールしておいた。それを使えばいつでもアイテムを注文できるよ。もちろんお金はもらうけど。はいはい、レイ、ありがとう。どういたしまして。目的地に着いたみたいだね。女神像。アヤって信仰心とかあるの？別に。不気味なくらい静かね。ほら。早速お出ましってわけね。Those zombies now.
Connor.開いてる。奥のエレベーター使いたいけど、そう簡単に使わせてくれないか。変な資料、ネバネバ、いや、ドロドロしてるし。ドロドロ。You don't even kill him with three combos. マッドマンって呼ばれる治療だね。普通に攻撃しても死なない。めんどくさいやつだ。とにかく頑張ってね。Damn mud man. Bullshit. Okay. Okay.状態でもバットは攻撃を与えられるか。私は試せないけど。Why are there so many?
づいたみたいだね。お疲れ。ここってウロボロスっていう組織が運営していた病棟らしいよ。非人道的な医療研究もしてたみたいで、実験中の事故が原因でこの病棟を破棄したとか。へえ、だからこんなに資料が多いのかな。まあもうしばらく経ってるみたいだし、何が起きててもおかしくないっしょ。あんた、もしかして…アヤ？ラッキー！ちょうどよかった！あんたを殺すよう命令されてるんだよね。じゃ、ちょっとぶっ殺して姉貴をびっくりさせてやろうっと。やっ、全然違う。落ち着き、詐欺じゃない。あれ？本当？治療なのかな。あ、治療しゃべってるけど、レイ、この子が病院がやってたっていう実験の失敗作。病院が閉鎖した事故の内容まではよくわかんない。それより姉貴っていうのが気にならない。何言ってんの。少しやつ、これで終わらせる。おお、どうかしてる。Get my ass whooped by him.まとめて叩き。
shit. いや、逃した。まあ、姉貴ってやつのとこに向かったみたいだけど。そうなんだ。まとめて片付けるチャンスだね。はや、もしかしてさっきのわざと逃がした？なんで？今まできっちり殺してきたのに、逃がしちゃうなんて珍しいなと思ってさ。あいつに妹を重ねてたりして。まさか、一緒にしないで。静かね。Oh shit. I don't believe I knew that. Bitch. Where to 目指すにもこのエレベーター動かないし。建物自体結構壊れてるから、瓦礫を上がって行けそうなとことかないかな。それ。分かった。探してみる。ここから3階に上がれそうね。
There's more. Anybody? とは違う気配を感じる。今度こそ妹だといいね。よく来たな、アヤ。さっきは妹が世話になったそうだな。妹を守るのは姉の役目。ここで返り討ちにしてやる。あいつ、アヤ、アヤって言うの。うん、わかった、わかったから。あいつの心臓を持って帰るとエヴァ様に褒められるの。わかったから、静かに。ブー、うん。というわけで、貴様の心臓をいただくぞ。いただくじゃ。ありゃりゃ、また違った感じ。まあそんなことだろうと思ったけど、それにしてもエヴァ、何か情報ある？まとめて叩き。今のところ名前しか知らないかな。調べてみよう。何よこれ。さっきもこうだったんだよ。これで終わらせる。ヤバ様、こんな奴の心臓食べて、あとは言われちゃったりして。もう、あんたは何も喋んないで。まとめて叩き。
いな。かかってくる限り容赦はしないけど。Get a dodge on that.何か言い残すことはある？エヴァ様からもらったこの命、妹のために使えて本望だ。妹のため。お疲れ、アヤ。それ回収するから、そのままにしておいて。レイ、埋葬してくれるの？埋葬？まあ、そんな感じ。そう。ありがとう。アヤのためなら。